皆様、改めましておはようございます。コウノトリフォーラム、たくさんの方に朝早くからお越しいただきまして誠にありがとうございます。まずはここで代表の永山佳代よりご挨拶を申し上げたいと思います。皆様、私の方からも改めましておはようございます。本日は本当に朝早くからたくさんの方にお集まりいただいて本当にありがたく思っております。コウノトリフォーラムは、昨年第1回目を開催いたしまして、今回が2回目の開催になります。昨年、ご講演をしていただいて大変好評でした倉本先生の、ご講演を今年も同じようにお願いをしております。また昨年のアンケートの中で、コウノトリということで赤ちゃんを授かりたいと思う方々が多くいらして、その方々から男性側のお話も聞いてみたいということで、そういったご要望もたくさんいただいて最後の講演になりますけども、男性不妊の権威の先生もお呼びしております。楽しいブースも盛りだくさんでございます。最後までお付き合いいただきますようによろしくお願いいたします。やっぱり一番いいのはですね、結婚適齢期は今ないんですが、妊娠適齢期には現存としてあるんです。35歳までです。35歳までに出産するのが一番安全な妊娠出産ということであります。妊娠出産適齢期、それを考えたワークライフバランスなんですけど、仕事とのバランスを考えていただければと思います。これが、14ミリぐらいになると1日 1.5 から2ミリずつ大きくなって育っていく。これで生理痛がひどくなってきたというちょっとこう軽い相談の方からもうしっかり病院で治療はしてるんだけれども、心臓というのは1分間に60回とか打ちますけれども、精子が1500匹作られてるんです、実は。すごくたくさん作ってるんです。かなりの率で、顕微体外でしかダメですよと言われとった方がですね、自然妊娠かタイミング法か人工授精に持っていけるんです。ですから、これはちょっと顕微体外の成績よりもしかしたらいい可能性はあるわけですよね。
やはり男性因子のもう代表格として政策上脈瘤は絶対見逃してはいけないものの一つですね。もう精子、おそらく精子全体の機能を上げてみて国中しましょうといったことも